ねえ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 、そういえばさ、ニー君のさ、連絡先をさ、教えてもらってないんだけど。ああ。うん、あのさ、メアントとかさ、LINE 教えといてよ。ほら、あの、突然休むとかさ、あの、シフト、入ってないけど、突然働きたくて仕方ないとかさ、あの、見たい番組、録画予約し忘れたとかさ、あの、寂しくて眠れないとかさ、そういった情報、うん、共有、シェアしたいなって思ってる、イースティ。店長、リアルに寂しくて寝れないっていう LINE してくるのやめてもらっていいですか？なの？嫌だったの？嫌じゃないわけないじゃないですか。いや、松駒もさ、店長のその LINE に返すのはいいけどさ、お前本当お人よしだからさ、それをグループ LINE に返すからさ、俺の携帯も鳴りっぱなしなわけさ。では、店長が仕事外のメールをしてこないという条件付きで教えても構いませんが。じゃあ、ニー君はグループに入らなければいいんだからさ。わかりました。ガラケーで赤外線もわからないので手書きでいいですか？さすがアナログ、さすが仏教学部。え、なんでそんなに睨むの？あ、もうね、あれだよ、もうさ、携帯持ってるってこと自体がすごいね、仏教学部が。いやいや、学部はあれですけど、みんな若者ですからね。いや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 、あの、私メールはいたしません。基本、文をしたためますって言われてもおかしくないよ。よろしくお願いします。はい。割とシンプルなメアドだね。サンキュー。あざっす。僕のだけ梵字で書かれていました。嫌われているのでしょうか。店長、店長。あ、俺か、店長。兄君、なんで雇ったんですか？あ、彼はなんつったらいいんだろうな、まあやっぱり彼ってやっぱ冷めててさ、冷静でさ、クールじゃん。全部同じ意味ですけどね。だから強盗とか来てもさ、もう彼なら慌てず騒がずさ、冷静に対処してくれそうな気がしたんだよ。うん、松駒君ならあれだよね、絶対にね、当てふためくよね。はい、自信あります。ニー君、万が一強盗が来た時の対処法なんだけどさ、アメリカの衝撃映像みたいなことはなくて、単にこのボタンを考えてあります。まず2つ折りのケチャップマスタードを強盗に向かって折り、金出せ、こっちは、すかさず犯人を目つぶし、そしてカウンター越しにハイキック。犯人がよろめいたところで背後に回ってチョークを攻めて落とす。落としたところで座禅を組ませ、例の棒を取り出し、二度と犯罪に手を染めぬように、セーイセーイ。ちょっとやりすぎな気が。落ちてるんだよね、この人。セーイセーイ。もう勘弁してあげて。反省したことを確認したら、落ちてるんだよね。すべての関節を外します。はいはいはい、はい。何のために？暴れ出さないためにです。そして最後に目つぶし。必要それ？全く動けない状態になったところで警察に突き出します。ここまでやれば強盗の再犯の可能性を限りなく少なくすることができます。僕は何か手伝えることあるかな？大丈夫です。松駒さんはこれ以上ないほどに慌てふためいていてください。はい、店長、ナイス採用。とうとうか、とうとう宝くじを買う資金を。いつかは来ると思っていたが、こんなにも早く。本当に間違いを犯す前に止めてあげよう。いや、実際に金を盗んだところで現行犯として警察に突き出しましょう。あのさ、先輩なんだからさ。犯罪に先輩も後輩もありません。僕にはそんなことできない。先輩ダメですよ、レジのお金に手を出しちゃ犯罪ですよ。え？いや、絵じゃなくて。これがレジの金を盗んでるように見えるか？その他の可能性を全く感じません。バカか、お前ら。バカすぎる。
俺がそんなことするような男に見えるか。見えます。わかる。確かに、いかにもな。しかし俺がやっていたのはギザ銃探しだ。ギザ銃？10円の側面にギザギザがついてる10円玉のことだ。そんなもの探してどうするんですか。本当お前らの無知さには呆れるよ。いいか、ギザ銃っていうのはな、昭和26年から昭和33年にかけて製造された10円硬貨のことなんだ。ポカーン。みたいな顔か。分かれよ。たった8年間しか製造されてないんだぞ。ということはどういうことか分かるだろう。ポカーン。またポカーンか。お前らいつまでもポカーンか。え、いいか、貴重なんだよな。貴重ということはどういうことか分かる。お前プレミアがついてるんだよ。うん、いいか、絶対に誰にも言うなよ。特に昭和33年にはたった2500万枚しか製造されていないため高価で取引されているんだ。高価が、高価で。いいか、これも絶対に内緒だぞ。さらにお前、昭和26年には純金が含有されているためこれも高価で取引されてるんだ。他のものも貴重だけどな。これ100枚集めたら1億にもなるぞ。しかし、なんでそんな極秘情報どこで入手したんですか。ウィキペディア。いや、みんな知ってますよそれ。バカかお前。わざわざ誰がギザ銃の情報をウィキペディアで調べる。俺ほど金を欲してる人間しかありえないだろ。それで33年と26年のものは見つかったんですか。ないっていうかレジにはない。しかし必ず見つける。後でお前たちの財布の中身もチェックさせてもらうぞ。いいか、お前らも10円玉を入手したら必ずチェックしろ。そしてギザ銃に出会ったらすぐ俺に速攻で連絡しろ。いいか、いつでもいい、どこでもいい、連絡してくれたら 俺は駆けつける。先輩、僕の財布に2枚ありました。でかした、でかしすぎだぞ。にその20円10円で買い取ろう。なんで。お客さん来ました。レジのお金1円でも合わないと店長に叱られますよ。これで全部ですかね。もう勘弁してくださいよ先輩。おかしい、音からして43枚落としたはずなのに42枚しかない。貧血の人間の五感は動物並みに研ぎ澄まされているんですね。素晴らしい。最近売上がめっきり落ちております。はい、ここで起死回生の商品が必要だと考えました。店長、しかしこの前のブルーハワイおにぎりも。おい、ちょ、黙れ。皆まで聞け。数々の失敗は成功のもとだって言うじゃないか。そうだろう。これまでのデータを正確に分析してですね、そしてこれなら、この商品なら絶対に話題になる、そう確信しました。その商品とはこれです。いちご大福ミルク。これは美味しいぞ。いちごミルクではないんですね。そう、いちご大福ミルク。大福の部分がどう処理されているのか今のところ想像できませんね。え、まだ飲んでないんですか。え、飲んでないに決まってんじゃん。
怖いじゃん。いや、どうして怖くて飲めないものをこんなに。おい、松駒、怖いもの見たさ、そして飲みたさ、愛しさと切なさと心強さありますかね。いちご、そしてあんこ、そして周りのお餅、そこにミルク、最後にあの周りにまぶしてある白い粉、ミックスミックス、ワオ、This is ワオ。どれだけ発注したんですか。とりあえず1000個、ワオ、I am ワオ。ほ、何かが突っかえて一滴たりとも吸えません。お餅だね。丸ごと入ってる可能性出てきたな。売れるね。吸えない飲み物として話題呼びまくるね。漢字財宝作業人般若波羅蜜多自称剣豪ご愁傷様という意味かと。そんなことない、絶対ない。気もするけど逆効果ってこともあるよ。今日はリラックスした状態でまったりトークするわよ。あのさ、ここホストクラブじゃないんだからさ。にーくん、にーくん、どちら。体を冷やすといけないので僕が解放してきます。それ無理だよ、うん、マジそれ大丈夫だよね。ニー君、いや、ニーチェ先生、優しいところもあるんだな。 ありがとうね、友達が迷惑かけちゃって。いえ、当然のことをしたまでです。体温を逃さないようにという対処はあながち間違いではない。よかったな、楓。あれなら風邪ひかないね。ありがとう。店内で嘔吐されるという最悪な事態を避けられて何よりです。謝りなさい、ちゃんと。酔っ払った方が兄くんとまともに話せるかなと思ってついつい飲みすぎちゃって、そしたら記憶も飛んじゃって。兄くんが
君を抱えて事務所に運んでくれたんだよ。お姫様抱っこですか？それはお姫様抱っこですか？うん、まあ私はお姫様ですか？君はお姫様じゃない。ニー君は王子様ですね。そんなこともない。ニー君、私のことお姫様だと思っててくれたなんて。よろしければお名前を教えていただけますか？ニー君、マジ？婚姻届ですか？もしかしてそこに婚姻届がすでに用意されてるんですね。急展開、ものすごい急展開。しかし受け止めます。私、シンデレラだってそうだった。靴のサイズがあったら速攻結婚だったもの。白雪姫もキスして速攻だったもの。あざーす。塩山楓と申します。すごいよ。いや、こんなことって本当にあるんだね。楓、おめでとう。本当におめ書きます。自分の名前は自分で書きます。ハンコは母音でいいですか？もう、もう見ない方がいい。どうして？いや、報道を見ない方がいい。外で、頭冷やしてから帰ってきて。なんで、なんで？ちょっと、帰る。はい、はい。兄くん、賞味期限切れのお弁当をどんだけ持ち帰ってもいいんだよ。それが深夜バイトの特権。はい。ただし、先に選ぶ権利は俺にある。なぜなら俺は先輩だからだ。決して貧乏だからじゃないぞ。先輩だからだ。はい。サンドイッチしか残らなくても文句は言えないぞ。なぜならお前は新人だからな。はい。悔しいなら悔しい顔してもいいんだぞ。しないんだな。それはそれでよし。いらっしゃい。どうしたんだろう。いや、親一緒だろ。ですよね。誰もいませんね。この時間に一人。それはどうしましょう。お姉ちゃん。え？一人で来たの？そう。なんで？目が覚めちゃったの。パパとママ起こしたんだけど起きてくれなくてつまんなかったから。とはいえちょっとこの時間に一人じゃ危ないぞ。危なくないよ、いつも来てるお店だもん。あ、いつも来てくれてるんだ。ありがとうございます。あなたは見ない顔ね。うん、まあ僕は夜にしかいない顔なんだ。ということで帰ろうか、お家。やだ。いや、パパとママ起きてお姉ちゃんいなかったらびっくりすると思うけどな。さえ。さえ？あ、さえちゃんいなかったらさ。やだ、帰りたくない、もっと遊ぶ。とはいえ、時間も時間だし。あつこま、大雨だぞ。どうしましょう。ねえねえ、何してるの？このお兄さんは今新しい食べ物と古い食べ物を取り替え中。面白そう、さえもやる。いや、やらなくていいよね。雨降ってきちゃったし、お兄さんが送ってあげるから。やだ。いや、いや、送ってあげるからさ。やだ。いや、送ってあげるから。いや、送ってあげるから。送ってあげるから。違う、そういうことで送るんじゃない。普通、普通の女の子とかそういう子供とかはないってことです。そういうのはないです、僕は。そういうのは。おいおい、どうした？何をそんなに騒いでいるんだい？この女の子がこんな時間に一人で。さえ、食べ物の入れ替え手伝うから。ああ、さえちゃん、そんなの手伝わなくていい。まあ、確かにな、女の子はさ、夜働くと儲かるな。さえちゃんがもっと大きくなってな、その露出の激しい服を着てさ、
なあ、で胸の谷間をしっかりと露出しね、かつね足フェチの僕のね期待にね、僕のよ、僕の期待に応えてくれてね、そして男の人を相手にするようなね仕事に就けばたくさんのお金がもらえるよ。うん、おそらく僕はそこに通う。だけども何もそんな年でさ、そんな時間、店長何を言い出したんですか、やめてください。え、なんで。やめてください。場所が違います。ガチのダメ出しだ。そこも違います、やめてください、僕がやる。ニー君、何もそんなガチな感じでダメ出ししなくてもさ。僕は水っぽいカレーと同じくらい子供が嫌いなんです。水っぽいカレーは確かに美味しくないね。ああ、こちらはどうぞ。こんなことさせていいんですかね。下手をすれば監禁の罪だね。お疲れ様でした。はい。今日は帰ってよし。はい。あの、お兄ちゃんが送るよ。松駒さん、その子はもう一人前です。一人で帰れます。はい。まあ、とはいえ雨だしな。本日のバイト代です。ありがとうございます。なんか素晴らしいね。使えますよあいつ。くだらない話でもしよう。鼻歌なんかも口ずさんで、あの頃のように無邪気に未来を語って、未だに余白だらけの自分と指切り、諦めないと最後まで僕は僕の背中を押すんだ。面接の途中に気に入らないって。こんなことで死ぬには早すぎます。どんなところを見込んでバイトに採用したんですか。何かをやってくるそうな目をしてたんだよ。ニー君が私の知らないところで実家を訪ねるのよ。僕以上にはるかに意外ですよ。